五歳地の青く透き通った地水救済溝を代表する、アこの一つ、五下界、アこの一つ、総流海に、木々の間から流れ込む水と、チベット人集落の一つ、寄生祭救済溝の滝の一つ、帰省幕府救済溝の滝の一つ、チンダマナダ、幕府救済溝グリーンバスダク、日露観光センター救済港救済溝は、 中国四川省北部のアバチベット族ちゃん族自治州、九彩溝県にある自然保護区であり、ユネスコの世界遺産に登録されている。九彩溝は、石灰岩室の秉山山脈中、標高3400メートルから2000メートルに、大小100以上の沼が連なる、カルスト地形の淡水の湖水地帯である。谷は Y 字状に分岐しており、 リン酸山脈から流れ出た水が滝を作り棚田状に故障が連なる。水は透明度が高く山脈から流れ込んできた石灰岩の成分が沼底に沈殿し日中には青、夕方にはオレンジなど独特の色を放つ。また流れに乗って運ばれてきた不植物が石灰分に固定され植物が生え独特の景観を見せる。 ジャイアントパンダの生息地の一つとしても有名である。この独特の景観は水に含まれる大量の石灰分によるところが大きい。棚田町の湖群を作る堤防は石灰分の沈積によって形成されたもので水流の中に生育する森林という独特の景観もこうした岩によっている。また透明度の高い固定に沈んだ倒木にもその表面に 石灰分が付着し、いつまでもその形を止めていることも、独特の景観に一役買っている。なお、救済溝に似た景観は、同じカルスト地形であるクロアチアの世界遺産、プリトビツェコ軍国立公園にも見られる。チベット人など少数民族の居住地としても知られ、救済溝の名もチベット人の村が9つある谷で、あることから付けられたものである。 観光道路沿いにも三つの収録があり、そのうちの一つである規制祭は観光地となっている。また、域内にはチベット人による宗教施設等が点在している。ナオコの地域はチベット仏教よりも盆教が盛んで、コルラの方向やマシモ車を回す方向がチベット仏教とは反対の反時計回りである。旧祭校内にある寺院。 抜き女児も盆教寺院でありその他の宗教施設も全て盆教のものである。祈祷器である樽町も各所で見られるが梵教の樽町である。しかし日本のマスコミやガイドブックなどではチベット仏教と紹介されていることが多い。1970年代に森林伐採の労働者によって偶然に発見された。 救済溝を強く印象づけるものの一つに独特の青い水が挙げられる。白い砂地の場所に少しの水が流れている状態でも水はわずかに青く見える。この青い水の理由は水中に溶け込んでいる石灰分の影響や固定の苔、水深、光の屈折率などによるものである。救済溝の水は飽和した炭酸カルシウムが微細な。 浮遊物を核として沈殿するために極度に透明度が高い。そのため、深さ20メートル以上の固定までもより浅く感じられる。水は可視光のうち、長波長の成分を吸収する性質がある。そのため深みでは、水面から入射して固定で反射した光のうちから青い光だけが目に多く届くようになり、結果として青い水に見える。また、 深みでは、光量が減少して、暗くなるために、水の青さに、深みが増す。微細な浮遊物のために、水中朝どころでの散乱が多いと、赤い波長部が十分に吸収されていない光も、合わせて、届くようになり、水の色は、青みが薄まる。固定に苔が生えている場所では、青みに、緑や黄色が加わる。かつ太陽光や空の状態も影響し、加えて、 水面で反射する光にもよって変化する色彩が生まれる。2017年の救済溝地震で多くの変更点があるが、下記の記載は地震前の状況が多く含まれているので注意。自然保護のため付近の開発が制限され1日の入場者数も制限されているが、中国屈指の人気観光地である。従来は、 約 450km 離れた生徒からの長距離バスで約10時間かかる陸路が唯一のアクセス手段であったが2003年に救済応領空港が開港したため空港から約1時間半での到達が可能になった救済応領空港は気象条件が厳しく中国一の遅延欠航率の高い空港で時刻表通りだと幸運と言われる現在 生都乱週間の鉄道である、生乱線が建設中で、これが開通すると、生都東駅から、救済溝鉄道駅まで、約2時間となる。救済溝は、西用部まで、片道30キロメートル以上の広大なエリアである、ことから、車道という歩道が完備されている。外部からの車両の乗り入れは禁止されており、専用の天然ガス利用の抵抗外型バス 救済溝グリーンバスを利用する。団体客も原則としてグリーンバスに混載する。このバスは1日フリー乗車券を購入した上で各バス停で自由に乗降できる。シーズン中はバスが手術なぎになるほど頻発するが、それでも座れないことが少なくない。溝内の車道は Y 字上のルートになっており、分岐点でどちらに向かうのかがわからずに戸惑うこともある。 またバス停といっても、利用客のいない場合は原則として通過するので、乗降の意思を乗務員に伝える必要がある。また、上りと下りのいずれかのみ停車するバス停もある。なお徒歩での観光は、制限されていないが、溝口に最も近い警官ポイントでも、徒歩で1時間30分ほどかかる。イ字上のルートの交点に当たる場所には、ダ日ロ観光センターがあり、 レストラン、軽食コーナー、売店などがある。また、この場所は、グリーンバスの各路線の乗り換えターミナルにもなっているが、おさみ行きの乗り場だけは、徒歩で2から3分ほど坂を上がった駐車場にある。救済溝の有料入場エリア内にも、数多くのチベット族の集落があり、実際に生活している。救済溝民族文化村は、そのような集落の一つ。 規制祭の一角を土産品店街としたものであり、この付近のチベット族独特の木造建築民家も有料で公開されている。なお、以前から有料入場エリア内での宿泊はできない建前であったが、実際には各集落に民宿が存在した。しかし、2009年から規則が厳格に運用されるようになり、現在は有料入場エリア内での宿泊は、 完全に禁止されている。観光に適しているのは4月中旬から11月、初めまでである。特に中国の大型連休である、紅葉初期シーズンの10月初めは、大混雑する。冬季は、積雪もあるが、グリーンバスは運行されており1年を通して、観光は可能である。ただ冬季は滝や湖の水量が少ない上遊歩道のかなりの区間が、 積雪のため通行止めとなる。春季は山火事予防のため通行止めになる、遊歩道区間も多い。夏季は雨が降りやすく、雨具は筆計である。1日の入場者数に制限があるため、紅葉期などの最盛期は、個人であまり遅い時間に行くと入場できないことがある。3月の終わりは、寝行きも消え観光客が、それほど多くなく、しかも、 入場料金が換算期料金で済むため近年人気が高まりつつある。しかし4月中頃まではかなりの降雪のある日もあり、交通機関の乱れが生ずるため注意が必要である。救済溝で観光客が到達できる最高地点、おさみは標高が約3100メートルもあり、高山病にも気をつける必要がある。 救済溝周辺には5つ星クラスの高級ホテルから民宿、ユースホステルに至るまで数多くの宿泊施設が存在する。宿泊施設はチベット建築風の外観を持つ建物が多い。宿泊施設周辺には本物のチベット族集落も多く見られる。また、主にチベット族が経営する食堂街や土産物屋街もある。 路線バスが存在しないため、移動には徒歩かタクシーを利用する。2013年現在、2019年現在、一部の開放となっているため通常期の大人料金のみ169元に割り引かれている。表記の影響により、外国人はチベット自治区や各省のチベット族自治州の観光が禁止、あるいは制限を受けた。救済水及び応料も、 例外ではなく、外国人は、航空機による、救済応領空港経由の訪問しか認められなく、なった。そのため安価なバス路線は、外国人の乗車が認められなくなり、バスで訪問するツアーは、キャンセルになるなどの影響が出た。事態の沈静化ともない、これらの制限はすべて解除されている。 救済溝地域は2008年5月12日の四川大地震の断層帯からは離れており被害は軽微であった。しかし周囲の道路が一時不通となり当時滞在していた観光客は最初に開通した視区省の乱州市などへの陸路移動により順次この地を離れた。救済横両空港への道も開通しすべての 観光客がこの地を離れたのは5月17日であった。生徒からの主要ルートである国道213号は、震源地、川を経由していたため、土砂崩れや、橋梁の崩壊などにより、道路が寸断された。大型車が通れるまでに復旧したのは2009年7月であり、それまでは迂回路の使用を余儀なくされた。空港に被害はなかったが、 救済溝の観光受け入れが約1ヶ月間中断していたため、その期間は定期便も1日1便までに減少した。安全が確認され、物資の安定供給が可能になり、次第、空路経由による観光客受け入れが再開されることになった。航空便も7月からは増便が続き、2008年8月6日には、四川省観光局から、 ツアー再開宣言が出された。主に中国国内の団体客が利用するバスツアーについては、蘭州市から天南チベット族自治州を経由する新ルートが開拓された。また、生徒からの東回り経由での定期バスも運行され始めた。なお、この東回りの道路も地震の被害を大きく受けていた上現地の 災害復興を優先する必要があったことから、運行は不安定なものであった。このため震災後しばらくの間は、空路が観光客の足の中心となり、空路の輸送量の制限や、運賃の高さから、観光客が激減した。例年であれば1日1万人以上が入場する2008年10月の休日でも、2000人前後と低迷した。 観光再開当初は、観光客の安全を優先したため、徒歩での観光が認められなかった。救済溝グリーンバスでも自由乗降はできず、バスでのガイドツアー方式のみとなっていた。2010年4月、地震により制限を受けていたバスツアーが、免用平武氏経由の東回りルートで、全面再開された。これで、陸路。 空路によるツアーの選択ができるようになった。本来のメインルートである西回りは、復興工事が難航していたが、工事完成により、2010年11月30日、片側通行の交通完成が解かれ、全面通行と通常に戻った。これにより、ツアーや、救済溝、松藩方面への要距離バスは、西回りのメインルートに戻った。2011年8月、 側ワ,ワ主時間の道路整備が完成し、約1時間の短縮となった。ただし、地震による地盤弱化の影響もあり、下記の大雨による崖崩れなどにより、西回り東回りとも交通不能になることもある。2017年8月8日に発生した救済溝地震では、当日約33,800人の観光客が訪れていたとみられ、8月1日時点で、 死者19人、負傷者263人を数え、建物の安全が確認できないため旅行者は、救済容領空港のロビーなどに避難、日本人旅行者も巻き込まれている。世界遺産としての被害は、湖西断球の包みが決壊し水が流出して、枯れてしまったほか、周囲の山が崩壊し土石流が流入した。これに関しては、中国の専門家から、 人工的な復元はしない方がいいと指摘する意見も出されている。ユネスコは犠牲者への哀悼の意を表し、損壊状態の確認について現地状況が落ち着くのを待ち、中国当局からの経過報告を待つことにした。中国政府は秋に共産党大会を控えており、政治的に敏感な時期を迎えているため、社会安定の維持に、 最新の注意を払う必要があると判断し、習近平、立活強制権が、被災者、旅行者の避難に万全を期すことを表明。日本は、河野太郎外務大臣が、大き外相に、哀悼の意と心からのお見舞いを示すとともに、必要な支援を行う用意があると申し出た。本地震により火花海などの湖が干上がったり、 道路の崩壊等で甚大な被害を受けて観光が閉鎖されていたが、2018年3月8日一部観光が再開された。再開された、景観地はオサミ、五歳地、教会、宇部、日露幕府、火花海を除く規制軍会、総流海幕府、抜き女児で当面の間団体客のみを受け入れるとしていた。しかし、同年6月25日夜の豪雨により、 崖崩れ等の損傷を受け再度閉鎖となった。このため、景区内の道路の全面改修等全面的な復旧工事を行い、2019年9月27日再度一部観光を再開した。現在は、個人観光も再開されたが、新型コロナウイルスの影響により、中国籍の観光客のみの受け入れとなっており、外国人の入場は認められない。また、 保険への加入が義務付けられ、1日あたりの入場者が8000人までに制限されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。